じゃあ俺の先行をいただいてよろしいでしょうか。まずは、挨拶サルベーション、挨拶ズサルベーション、マジシャンズ挨拶サルベーション発動。はい、挨拶によってブラックマジシャン流挨拶である永遠の魂をセットしていく。これがここまでが挨拶、はい、で挨拶2発動、マジシャンズドルツ、どうぞ。効果、ブラックマジシャンを墓地に送って、ソウルズを特殊召喚するっていう方の効果を発動したい。どうぞ。こいつを特殊召喚、さらなる効果、マジシャンソウルズの隠された効果、はい、こいつの効果によって手札からいらねえ魔法カードをぶち捨てると1枚ドローができるという。それで雑にワンドロー。あ、そうそうそう、それもできる。しもべ発動持ってたのか、かぶった、うん、そりゃそうだよね、うん、トップ魔導陣やばい、トライアングルが揃ってしまうトップ魔導陣にしておきます。で、しもべ効果除外すると、はい、墓地のブラックマジシャンがいるんで1枚ドローできまーす。ピローン、はい、で魔導陣発動、はい、デッキトップ3枚を見ますと、デッキの中にブラックマジシャン系のカードが存在していれば敵下に加えることができる。ブラックバーニングマジックですかね、はい、ここは、はい、はい、うわうわいやでも大丈夫だぞ、ブラックマジシャンガーラーまだいねえからやべえ、でもそれ持ってきたっていうことは、いや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 、ない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 、大丈夫大丈夫、あのそれ以外成果が得られなかっただけ。これで態度じゃない、これ態度 OK です。ドロー、じゃあスタンバイメイン、はいよ。じゃあまずは1枚見えてるカードで、1枚お前のカードは除外されることを念頭に置いて動くことだな、ガジキ。というか、アトランティスのこと。アトランティス、はい。どうしますか、アトランティス。あー、いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。一旦いいよ。いいよ。いいよ。じゃあ、リバヤタン召喚。さあ、どうしますか、キモすぎる。やばい、いいよ。それはもう何もできないわ。いいよ。よーし。まずフィールドに海が存在する限り、水属性以外の表が表示モンスターは、はい、お互いのフィールドにそれぞれ1体しか存在できない書いてることおかしくないですか。お互いのプレイヤーは自身のフィールドに水属性以外の表が表示モンスターが2体以上存在する場合には、1体になるように墓地に送らなければいや言ってることおかしいだろ1人だけ展開してさ、お前は1体までだっていうの絶対おかしくない、おかしいやばいでしょその人。で、起動効果、起動効果はあるサーチ先が3種類あって、いやおかしくないっすかね。リバイアさん魔法トラップか、シーステルス魔法トラップ、いや盛りすぎでしょ効果。え、じゃあシーステルスアタックを絶対おかしい、それは絶対におかしい。さらにフィッシュソナー発動、はいはいはい、デッキから海のカード名が記されたモンスター、レベル7以下のモンスター1体を手札に加える。魚群探知機きた。デスクラブバトルフェイス、バトルフェイスいいだろう。じゃあリバイアさんでそのマジシャンズ、あ、殴っちゃダメだバトルフェイス終了。おい気づくな、おいバカ気づくんじゃない、なんで気づいた、殴れよお前、殴れって言って今殴れって言ったろ、殴れよ男なら、男に二言はないだろ、二言はない、殴れよ。じゃあメイン2、殴れ、今フィールドに水属性モンスターしかいないので、はい、アビスシャークの効果発動、はい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 、このカードを特殊召喚してデッキからレベル3から5の魚毒モンスター1体手札に、妖怪魚デッドリーフカード1枚セット、あえて、エンドフェーズ魂だけ表にしとこう、よし魂表で効果、はい、何らかのカードをサーチできますということで、ブラックマジックという最強のカードをねサーチしましょうブラックマジシャンがいるとハーピーの羽動きができる最強のカード。俺を触りさせてもらう。ドロー。はい。じゃあドローフェイ。はいよ。よろしいですか。はいよ。じゃあシーステルスアタック発動。あ、まあ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 。まあいいでしょう。よーし。あれ俺が回答聞いたかおさんの。イレーションマジック発動。マジシャンズソウルズをリリースして、墓地からブラックマジシャン1体と、デッキからブラックマジシャン1体を。終わったー回答引いた、謎に回答引いた、俺のフィールド上にはモンスターが存在していない、これでリヴァイアさんの効果は実質無効みたいなもんだ、いくぜ A の魂の効果を発動、ブラックマジシャンを特殊召喚、いいそして
ブラックマジシャンが特殊召喚に成功した場合、魔導陣の効果を発動、対象はアトランティスだ。そのアトランティスを対象に取り、そのカードをゲームから除外したいが何かあるか。何かないか。じゃあね、チェーンいいだろう。新センスアタックの効果発動。はいよ。リヴァイアさん逃げます。リヴァイアさんは逃げる。貧弱なモンスターが逃げやがったら、海、いや、伝説の都アトランティスとかいうクソダコカードを除外させてもらうぜ。終わった。これは負けたのかな、もう負けか。もうきついだろ、もう相手、もうきついだろ。だいぶきついだろ、あれ。マジシャンズソウルズ発動。ソウルズの効果で、はい、ボシに、魔法使い族を送るぜ。ブラックマジシャンガールを送って、はい、自身をボッチに送るという効果を発動するぜ。墓地に送って、ブラックマジシャンガールを特殊召喚。とりあえず魂のしもべの効果を発動するぜ。魂のしもべの効果によってカード2枚ドローできるぜ。全部破壊するってやばいカードがあるはずなんだよな。お、頭いいね。覚えてる？そこの方だったんだよ。2枚ドローさせてもらうぜ。お、なるほど。このままバトルフェーズ入ろう。バトルフェーズ。ブラックマジシャンガールでそのモンスターこういうブラックバーリング、はい、そしてブラックマジックダイレクトアタック。やばい、ちょっと海が大破し、船が大破しそう。メイン2のリヴァイアさんとかいう激ヤバモンスターがいないんで、私は好きに展開できるといったところ。ブラックマジシャン1体でリンク召喚。召喚条件は、はい、どうぞ。通常遠く以外の通常モンスター1体現る、はい、聖杯竜イムドゥーク、うん、そして手札よりマジックカードクロマイスの秘技を発動。やば、手札のブラックマジシャンとドラゴン族モンスターで融合召喚。現れろ龍騎士ブラックマジシャン。てるー、これで俺の魔法トラップカードは全て守られるぜ。そしてもうその布陣を突破する手段がなくなってしまった。ダイレクトアタックで頑張るしかないってこと。そうダイレクトアタッカーを頑張って用意するんだよね。そうで、カードを、やばすぎるな。何かわからないカードを1枚セット。じゃあこれでエンド、はい、じゃあエンドフェーズ。はいよ。なんとリヴァイアさんが戻ってきた。無力なリヴァイアさんが戻ってきたが、ドロー。はいよ。スタンバイメイン。はい、いいです。アトランティス発動。アトランティス発動。2枚目。やばい。これ最低どうなるんですか。最低だと、もう即座に。即座に、え ?1 枚にしてください。エーラ魂は発動できますか。いや、もう。できないの、やばすぎる。即座に。やばすぎる。くそ、俺、いや、さすがにブラックマジシャンガールを送るしかねえ。いや、そのリヴァイアさんとかいうモンスターの制圧力、やばすぎるな。お亡くなり。これはフリーチェーンでエーラ魂でブラックマジシャンを蘇生することもできない。効果はもう使えないという。ブラックマジシャンが水属性ではない。まあ仮に水属性のブラックマジシャンが墓地にいた場合は蘇生できる。よく見たらこいつ水って書いてない？属性。そいつはやめなんじゃない？ちょっと待って、ちょっとシールで水でに貼ってくるわこれ。ちょ一旦。やばい、このリヴァイアさんとかいうモンスターの制圧能力。ヒサリア召喚。はい、どうぞ。はいよ。じゃあデッキから3枚目の海を。どんだけ海を発動するんだよあいつ。知ってるかカジケ、デュエルリンクスには海の伝説っていうスキルがあるんだぜ。元から海が発動されてるとかいうぶっ壊れスキルがあるんだぜ。海の伝説。そのスキル一番強いよな、多分。10年前のカードですけど。やってくだから民族性モンスターって特徴いいだろう。で、デッドリーフの効果。デッドリーフ効果いいよ。なん、どういう効果。墓地に、はい、デッキから魚毒モンスターって墓地に送ります。っていうかさ、その一人だけさ展開するの絶対ずるいと思うんだよね。水属性だっつって、俺水属性ですからっつって展開するの絶対おかしい。太陽サイクルじゃん墓地。はいはいはい、どうぞ。まあまあまあ、そういうこともあります。そういうこともありますよじゃないわ。じゃあリヴァイさんの効果と、はい、デッキからじゃあ今度はシーステリス魔法トラップを手札に変えます。やばいわマジで。これダメだ、これリヴァイアさんをしょっとかないとあかんかった、これマジでやばいこと起きてる。正直リヴァイアさんって実装するとき、うん、サーチ効果だけでよかった気がするんですけど。いや絶対そう。その上の制圧効果絶対いらない。
レベル4にしてサーチ効果だけにした方が良かったんじゃないかっていう。効果盛りすぎだろマジで。シーステル2発動、はい、じゃあこれでもう殴れないのでカード1枚セットしてターン。いやーマジか、俺のターンに入らざるを得ない、俺のターンに入らざるを得ない。ドロースタンバイフェーズ、はい、メインフェーズどうぞ。いや魂使えないのマジできつい。これブラックマジシャンが出せないとこのデッキ何もできないんだよな。魔法トラップをすべて破壊するって、うん、あれかは、あれはそう、発動できないやつ。え、結局逃げられるんで、シンステルスで逃げられて、しかもなんかリバイアさんが残ったら意味ないんで、バトルフェイズ！バトルフェイズ開始、シンステルス2の効果。バトルフェイズ開始。ダイオサイクジラの特徴か。あー、めんどくせえなー。狙い並びすぎなんだよ。バトルフェイズ！バトルフェイズ終了時に破壊されます。オッケー、続行、バトルフェイズ。ルーキシブラックマイシャンで、そのリバイアさんとかいうなんかやばすぎるモンスターに攻撃。消えてくれ頼む。消えろ消えろ、ブラックマジック。いやなんかもう破壊されてもいい気がしてきた。ボスいなくなるし。もういいですね。メイン2入りますけど、なんかあります？じゃあ、シーステルスアタックの効果。はいはいはい。バトルフェイズ終了値。ええ。じゃあ、クジラ逃げます。クジラ逃げる。で、チェーン。はい。アンガンのリヴァイアさんの効果発動。アンガンのリヴァイアさんの効果。なるほど。それはどういう効果ですか？まず、海を墓地に送って発動して、はいはい、デッキから海のカード名が記されたモンスター2体をデッキから守備表示で特召喚します。チェーン倒しで、ブラックマジシャンを手札から墓地から選んで特召喚で、ブラックマジシャンが特召喚されましたと。じゃあアンガンのリヴァイアさんで、じゃあとりあえずリヴァイアさんは確定で、またリヴァイアさん来んの？ゲボめんどいんだけど、ゲボめんどい。あのデッキマジくたばれ、あのリヴァイアさんとかいうモンスター。え、これもうフィッシャーマンでいいのでは？フィッシャーマンなんかちょっと余裕あるし、フィッシャーマンでやべえモンスター入ってるやんけ。俺自身を召喚するんじゃいってこと？そう、召喚。やべ、来た、長野誠来た。長野誠来た、サスケ界の希望、長野誠。2番目、はい。で、チェーンショー終わって、はい、で、1番目の処理で除外されましたと。はい、え、除外して発動なので、もう。はいはい。で、適用ですね。はい。適用、まあとりあえずでもこれジンク発動するよね。多分。発動するけど、多分発動する前に墓地に送らなきゃいけないんじゃないですか。まあとりあえずじゃあ、ブラックマジシャンは墓地に送るわ。じゃあしょうがねえかな。はい。これでジンが発動すると。ジン発動。ブラックマジシャンが特殊召喚に、はい、チェーン、はい。フィサリアの効果発動。はい。海があるのでその発動を無効にして破壊したいです。それ、効果の発動止められるのそれ？効果の発動止めます、これ。強っ強っマジ？これで、僕はマジでやることがないので、ターンを終了します。クラゲで弱いカードって、あのバニラのモンスターしかいないと思う。あの、なんかジェリーフィッシュみたいなやつでしょ。そう、そう、ジェリーフィッシュ。リメイク前。うん。ちょ、なんか展開させて、本当に。モンスターは、いや絶対おかしい、マジ対話競技だよあのモンスター。エンドフェーズにこれ戻ってきます。うるせえエンドフェーズ。うるせえ黙れ。よーし、じゃあダイオサイクジラの効果発動。そのクジラ効果何？ダイオサイクジラは海があるときに発動できる起動効果があって。ああ、海じゃないじゃんそれ。海なんですね、これが。なんでだよ。海じゃねえじゃねえかよ。シーステルス2かっこ海って書いてあって。嘘だろ、おかしいって。で、あと、この人は、このターン、水属性モンスターが全部ダイレクトアタックできるようにするっていう機能効果を持ってます。気持ちいいね。この後、2章に召喚した水属性にも適用されます。もしかしてこれ、あれですか、全部エレキデッキになったっていうこと？全部エレキモンスターに。ボットかよ！やってることボットやんけ、マジで。ボットやんけ。気持ちすぎる。総合打点いくつですか、ちなみに。8650。はい。ああ、じゃあ俺根性やから耐えるかもしれないわ。じゃあちょっとリンクモンスター増やそうかな。嘘嘘、もう殴っていいよ。そのまま。じゃあ全部殺意にして。殺意やば。お、いいのか？このクセカード刃物バリアウェイフォースかもしれないぞ。あ、それはちょっと大丈夫か。一手はシステで逃げれるかな。
あ、リミテッドの効果はそう。デッキから。じゃあ今回は、シーステルス魔法トラップ。シーステルス。それ、そいつ一生アド稼ぐやん。やばいな、マジで。やばいな。コスト出して使っていくのやばい。なんか基本的にほぼ全部起動時の効果、起動効果なんで。うん、いやー、でもそもそもの展開できねえんだよな、こっちのデッキなんか知らねえけど。じゃあバトルフェイス。はい。じゃあ、ツインティダイレクトアタック。ハモンドバリア、ウェブフォース発動、うわいつものリンクス。いや、マジで、本当にリヴァイアさん強い。これはやばいですね、これやばい。やっぱあれだな、なんかその、2ターン目の初手でも、なんかそいつ除外しとくべきだったわ、絶対。そう、やっぱりそうですね。うん。どう考えてもこいつやばいから、っていうか、マジでこれ、丸1の効果があるせいで、まともにフリーデッキみたいにならない。ならないね。うん、なんか、基本的に対話は拒否してくるよね、圧倒的に。まあでも素晴らしいデッキでしたね、本当に。まあ皆さんもね。やばい。はい、組んでみてください。ぜひ、組デッキ。対戦ありがとうございました。ありがとうございました。